飛行経路ポーランド空軍ツマイナス154墜落事故は2010年4月10日にポーランド空軍のツマイナス154がロシア連邦西方スモレンスク州のスモレンスク北飛行場への着陸侵入中に墜落した航空事故であるこの事故でポーランドのレフカチンスキ大統領夫妻をはじめ 同国の政府と軍の要人を含む、乗員乗客96名全員が死亡した。2010年2月に撮影された、事故期2010年4月10日、ポーランド空軍第36、特殊輸送航空連隊所属の、大統領特別輸送機ツ -154M101 号機は、ポーランド側主催の、カティンの森事件70周年追悼式典に、 出席するポーランド共和国政府訪問団を乗せて7時23分にワルシャワのフレデリック・ショパン空港を離陸しスモレンスクへ向かっていた10時56分頃スモレンスク市の北4キロにあるスモレンスク北飛行場へ着陸侵入中に同飛行場から1.5キロ離れたスモレンスク州スモレンスク地区のペチョルスク村に墜落した 事故発生時のおよそ1時間前に、ポーランドの報道陣を乗せたポーランド政府の約マイナス401機が無事に着陸をしたが、その後は、霧が、さらに濃くなり視界は500メートルとなり、滑走路は閉鎖されていた。スモレンスク北飛行場は、軽機着陸装置もなかった。そのため、ロシア当局は、専用機にモスクワか、ミンスクへ、 着陸地を変更するよう求めたが聞き入れられなかった。また、専用機が飛行場から1.5キロ地点で急激に高度を下げたため、管制官が水平飛行に戻す、要数回にわたって指示したが従わなかったという。4度目の着陸また行を行おうとしたところ、低空飛行だったことと、機体の傾斜角が40度、内視45度まで傾いていたために主翼が気に、 接触した。同期は林をなぎ倒しながらバラバラになり、地面に激突、炎上した。墜落は接触地点から400メートル先だった。事故機が衝突したキスモレンスクの事故現場同期には、ポーランドのカチンスキ大統領とマリア・カチンスカップ人、大統領府長官、国務長官、上下院副議長、ポーランド国立銀行総裁、 ポーランド軍参謀総長及び陸軍、海軍、空軍の3軍の総司令官など政府や軍の要人を中心とする公式訪問団89名と上院7名の計96名が登場していたがこの事故で全員が死亡したと伝えられた大統領補佐官の一人は直前に体調不良から登場を見合わせていたありし日の自己記事故発生当時 ポーランド空軍第36特殊輸送航空連隊には2機のツマイナス 154M が所属していた。シリアルナンバー101号機は1990年6月29日にソ連のクイビシェフ第18航空機工場で製造された。以来20年間で3度の回収を受けている。2009年5月よりツマイナス 154M の対応期間を5年間。 または7500時間延長する回収を順次行っており、101号機は2009年12月21日に回収を終えたばかりだった。この回収から事故前日までの飛行時間は138時間だった。新機種への更新も検討されていたが、同期を気に入っていたカチンスキ大統領が拒んでいたとする報道がある。一方で、より高い安全技術を装備した。 新機種への買い替えを見合わせていたのは国民から行政の無駄遣いだと厳しく批判されるのを恐れていたからだという報道もある。また、カチンスキ大統領は以前機長に圧力をかけていたと言われ、そのことが事故につながったとする報道もあるが、二0 1年七月十九日、ポーランド政府の調査委員会は会見で、カチンスキ大統領や別の搭乗者が 操縦士に着陸を強要したとの証拠はないと発表した。また同会見では空港の不完全な設備やロシア人管制官による不十分な通信も事故の一因になったとしロシア側の対応を批判した。ポーランド共和国憲法第131条の規定に基づき事故死したカチンスキ大統領に代わって大統領権限継承順位第一位の下院議長。 ブロニスワフ・コモロフスキが大統領代行に就任した。6月20日に大統領選挙が実施された結果、コモロフスキが第5代ポーランド大統領に就任した。事故当日に大統領一行の参加が予定されていたカティンの森事件の追悼式典が中止になった。カティンの森事件犠牲者追悼式典は同式典に先立つ同月7日に、 ロシアのラジーミル・プーチン首相とポーランドのドナルド・トゥスク首相両者出席の下ですで既に行われていたが、ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領はこれには出席せず、10日のカチンスキ大統領らの出席する式典に参加する予定だった。ポーランド映画、カティンの森を監督した映画監督のアンジェイワイバは7日の式典に参加していた。 メディアを再生するポーランド国民に向けて演説をするロシアのメドベージェフ大統領メディアを再生するメドベージェフ大統領とプーチン首相との間の討論ポーランド喧嘩供物を持ち寄る市民最初に発行された不完全な乗客リストレフ・カチンスキ大統領マリア・カチンスカ大統領夫人同期の乗客名簿による議会に関しては特筆以外はすべて議員 ありがとうございます。